万林書店は、愛知県豊田市阿助町新町ににある書店、ギャラリー、喫茶店。正式名称は、蔵の中ギャラリー万林書店。阿助町は、中馬街道である、稲街道や飯田街道の宿場町として栄えた、山間の町である。現在の万林書店の建物は、江戸時代から続く五福屋だった。この五福屋の屋号は、よろず屋であり、当主は、代々、 林やしを名乗っていた。呉福屋として、江戸時代に建てられた建物を用いて、1930年に書店の万林書店が開店した。店名は、屋号の万都当主の姓である、林を音読みしたものである。1985年には、建物の改修を行い、第4回愛知町並建築賞を受賞した。現在の二代目店長は、深見隅子 深見房子姉妹。間口6メートル、奥行き約40メートルの細長い敷地にある。万林書店の東側には、白壁と板壁で囲まれた万林工事が南北に伸びており、この路地は万林書店に由来している。あす町には、あす大橋近くにコンビニエンスストアが2軒があり、また、豊田市中心部とのアクセスも良好なため、地元の書店の客足は鈍っている。 万林書店では、ベストセラーや健康マニュアル本などを置くのはやめ、実用書、郷土書、児童書などを在庫の中心としている。コンビニエンスストアで取り扱っている雑誌や漫画の取り次ぎは行っていない。もっとも北側の土蔵はかつてギャラリーとして使用されていたが、現在はブックカフェとなっており、コーヒーや自家製スイーツを楽しめる。ありがとうございます。